ばんは、あいかです。今日はですね、もうめちゃめちゃスペシャルな、めっちゃかわいい6月1日発売、シュウ植村のペココレクション、こちらを開封して装置メイク紹介していきたいと思います。すごくない？これガチャガチャになってるんですよ。中見えるかな？このカプセルの中にアイテムが入っているんです。こちらですね、なんとシュウ植村さんが送ってくださいました。ありがとうございます。ということで早速ね、見ていきたいと思います。このコレクションはですね、ペコちゃんといえばのミルキーですね、その包み紙からインスパイアされたビタミンカラーがセットされたパレットほか、限定12アイテムで構成されています。これすごいよね。これ回したら出てくるんだと思うので、もう出てきた順番に開封していきたいと思います。すごい、アドベントカレンダー開封してる時みたいで楽しい。いきます、せーの。あ、出てきた。記念すべき一つ目のアイテムはドゥルルルルルルル、じゃん、はい、リップでした。開封していきます。かわいい、こんな感じのリップです。ルージュアンリミテッド絹クリーム、その名もシナモンホイップです。お色はこんな感じ。うわ、めっちゃかわいい。これ使いやすそうじゃない？ちょっと軽く押さえて塗ってみよう。うん、かわいい。私こういうカラー自分では似合おうと思ってるんだけど、どうかな、やっぱ顔面引き締まるよね。ということで1個目はリキッドリップでした。次いきます。お、せーの、じゃん。今度はこれスティックのリップかな。はい、こちらルージュアンリミテッド絹サテンウォーターメロンガムです。これもかわいい、スイカカラーきました。お色はこんな感じです。はい、それでは3つ目いきましょう。はい、せーの、ブラシだ。有名なファンデーションブラシですね。ちょっと反射しちゃうんですが、これめっちゃ可愛くない？通常だとこの持ち手部分黒いんですが、これがね、こういうメタリックな質感になってペコちゃんがついています。こういう毛先がフラットなブラシで、めちゃめちゃこれ肌触りいいんですよね。はい、次4つ目。はっ、出た、せーの、じゃん。はい、またまたリキッドリップきました。ルージュアンリミテッド絹クリームオレンジガムボールです。名前がお菓子にちなんでて可愛いよね。お色がこんな感じ、オレンジなんですけど、鮮やかすぎないオレンジって言ったらいいのかな。結構これも使いやすそうです。はい、次5つ目、せーの、じゃん。ルージュアンリミテッド絹サテンピーチタフィーです。お色味はこんな感じ。ブランドのビジュアルが結構スペーシーな感じだったので、リップの色とかも難しい感じなのかなと思っていたんですが、結構使いやすいカラーで構成されていると思います。まあ、トレンドのくすみ感みたいなのも少し感じつつも、夏らしく重すぎないカラーになっているので、すごく普段使いしやすいと思います。はい、それではですね、ガチャガチャアイテムは次が最後かな。いきます。はい、あ、ミルキー出ました。ほら、ミルキーはママの味ですよ。このピンク水色とこのイエローのイメージだったんですけど、見てこれ、あ、クローバーが入った黄色とグリーンのやつがある。これ味一緒だけど、私なんかちっちゃい頃黄色ばっかり食べてた。はい、ということでね、まずこの手前のガチャガチャを開封していきました。次ですね、まだあります。はい、こちらガチャガチャの後ろにセットされていたこのパレットとかですよ。めっちゃ可愛くない？これ開封していきたいと思います。あいかチャンネル。いや、もう今回のさ、このプロモーション用のセットをもう形状が可愛すぎる。こういうの考える人ってすごいよね。はい、それではこのシルバーの箱に入っていたアイテム1つ目はこちらです。はい、もうおなじみのね、私もめちゃめちゃ溺愛しているアルティム8スブリムビューティークレンジングオイルの 450ml です。これのペコちゃんパッケージですよ。すごいよね、めちゃめちゃスペーシーになってる。まあ、ここのあの底の色見たらわかるかな、こういうちょっとオレンジっぽいカラーで、シューのクレンジングオイル種類豊富なんですが、一番有名なのはこれかなと思います。私もこれとグリーンがすごく好きです。シューのこういう限定コレクションの時って、定番の人気アイテムもこの限定パケになってくれるのがすごいいいですよね。こういつも愛用しているアイテムでもパッケージ変わると気分が変わるので、いつもはねスキンケアのこう棚にクレンジングオイル入れているんですが、ちょっとこれは可愛すぎるので、もう洗面台の前にね置いておきたいと思います。なんかペコちゃん愛着湧いてきたわ。なんか目が離れて顔丸いとか私似てるし。はい、次、これもシューのメイクアイテムといえばっていうね、代表的なアイテムかと思います。こちらハードフォーミュラアイブロウペンシルです。カウンターとかでこうカッターでね削ってもらって、平たい芯にして使っている人もいると思うんですが、こちらは普通の鉛筆状に削ってセットされています。カラーが02番です。見えるかな、こんな感じでこのペコちゃんのねイラストが入っています。はい、それではいよいよパレットいきます。オープン。あ、確かにミルキーっぽいわ。
ビタミンカラーっていうね、商品の説明だけ聞くと結構鮮やかそうって思ってたんですが、ちょっとサイドを落としているというか、鮮やかすぎない色味になっていて、めっちゃ可愛いです。しかもなんかいい香りする、もったりしすぎないミルキーみたいな香りがします。そう、シューのさ限定パレットって結構こういう香りがね可愛かったりするじゃないですか。私全然無香料にこだわらないタイプだから、こういうの嬉しい。このさ、パッケージもアルミ缶になってて、こうお菓子とかねキャンディーの缶っぽい雰囲気。こちらがレモンフィズアイパレットですね。じゃあ次、もう一色のアイパレット、こちらがラズベリーロリーポップアイパレットということで、いきます、オープン。私こっちのが好きかもしれない。くすみピンク、ピンクで似合っても似合わなくてもなんとかして使いたいみたいな、このパープルのキラキラしたカラーですね。かわいい。やっぱりちょっと白みがありつつ、ちょっとこういうくすんだ感じのニュアンスがあるので、私みたいにこう白っぽいパステルカラーが苦手っていう人でも、こういうカラーとかをねうまく使ってあげると使えるんじゃないかなと思います。次はそれぞれのパレットに合わせて使うチークです。ケースはこんな感じで寝そべっているペコちゃんです。まず1色目、ミルキーキャラメル、オープン。わーわーわー、これごめん、私めっちゃ好きだわ。かわいい。マットな質感のミルクキャラメルカラーにシルバーパールが入っています。今まで私パールとかラメってゴールド一択だったんですけど、今年ね結構シルバーが自分の中でブームなんですよね。特にこういう一見ゴールドと組み合わされそうなカラーがシルバーと組み合わさってるパターン、それがめっちゃ好きなので、まさに今の私の気分にぴったりっていう感じのカラーですね。これはめっちゃ使うと思う。あー、じゃあ次で最後です。ピンクのパレットに合わせるブラッシュ、ストロベリーパフェ、いきます、オープン。おお、あ、今回のコレクションの中で一番パッと見の色味が鮮やかじゃないですか。確かにこれはいちごピンクだわ。お色味はこんな感じ。ストロベリーカラーの中にこちらはゴールドのパールが入っています。いちごらしい赤みもあるおかげか、大人の女性でも使えるカラーだなと思いました。それでは実際に使っていきたいと思います。シュー上村×ペココレクションメイクスタート。アイカチャンネル。それではレモンフィズのパレットを使ってメイクしていきます。まずベースカラー、アイホールに入れていきます。ちょっとまぶたをねさらっとさせるイメージで、次に右上、これを重ねていきます。そうしたらこのカラーを下まぶた、そして右下のブラウン、下段中央のカラー、これを目頭に、そしてイエローのグリッター、これを上まぶたに、アイラインはオレンジブラウン、左下のグリーンを取って下まぶた、目尻ちょっとポイントに、マスカラもブラウン、チークはミルキーキャラメル、ペコちゃんだし楕円を意識、そんなに発色強くないので広めに入れてみます。リップはリキッドのオレンジガムボール、これをベースに塗って上からスティックのピーチタフィー重ねます。ちょっとピンクのニュアンスをプラス、輪郭に重ねてみました。こんな感じでレモンフィズのパレットを主役に使ったメイク完成です。次はラズベリーロリーポップのパレットを使っていきます。まずは右上のカラー、これをアイホールに入れていきます。下まぶたにもぐるっと、次に右下のカラー、これ可愛いよね、これをアイホールに入れていきます。そしたら目尻側にピンク、下まぶたにも、そうしたら下中央のカラー、これを目頭と下まぶたに、アイライナーはくすんだモーブピンク、パープルをアイライナーブラシにとって黒目の下にグリッと、マスカラもモーブピンク、最後にピンクのグリッターを広げてのせようか迷ったんですが、ちっちゃいブラシにグリグリっと取ってアイラインの上二重幅にのせていきます。そんなに色は出ないんですけど、キラキラのラインと通常のカラーのアイライナーのダブルライン的なイメージで入れてみました。次にストロベリーパフェのチーク、これはね結構色が濃いめなのでブラシにしっかりなじませてつきすぎないように注意して、ブラウンの時よりは狭めに入れていきます。
でもいつもみたいにこう角度をつけて大人っぽく仕上げるよりは少し楕円を意識して入れた方がコレクションの雰囲気に合っているかなと思います。血色感をしっかり足してくれますね。そんなにたくさんは乗せてないんですけど、しっかり血色感が出てくれます。最後リップはウォーターメロンガム使っていきます。シューは前回のコレクションが春夏秋冬のパレットで結構大人っぽい雰囲気だったので、今回のペコちゃんコレクションはね、またガラッとイメージの違う可愛らしい雰囲気を存分に楽しめるかなと思います。ラズベリーロリーポップのパレットを主役に使ったメイク完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は6月1日発売のシュウエムラペココレクションのアイテムのスウォッチとメイクご紹介しました。もうめちゃめちゃ可愛いボックスに詰め込んで送ってくださったシュウエムラさん、本当にありがとうございます。全国発売までまだ時間がありますので、ぜひこちらの動画でね、どのアイテムを狙うか予習してもらえたらと思います。今回の動画少しでも参考になったよという方はね、ぜひぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。